さあ始まりました新番組オンステージ、司会はピンヘッドカメラ岡本です。アシスタントはパフォーミングアーツ科 MC ナレーターコース五十嵐です。この番組では慈恵学園で今最も輝いているそんな学生を紹介していく番組です。なるほど、はい、キラキラした方が見れるということですね。ギラギラです。ギラギラしてる方がわかりました。それでは初回はこの方です。初回のゲストはパフォーミングアーツ科俳優コース石川れなさんです。よろしくお願いします。まずは石川さんの簡単なプロフィールをご紹介いたします。石川れな19歳、パフォーミングアーツ科俳優コースに所属し、昨年11月にはすでにファイズマンエンターテインメントから推薦をもらい、そのまま内定に直結。学校の生徒からは透き通った瞳が綺麗、ただただ美しい様、石川れなと称賛の声が集まっている今我が校で最も注目されている清純派女優さんでございます。清純派11月に事務所に東京決まったっていうことなんですけど、はい、なんでそんなにこう早く決まるんですか？そうですね、この学校11月に年に一度東京の方で新人発掘オーディションっていうのがありまして、一、はいはい、人ずつ面談をするっていう時間があって、そこでお話をして、後ほど学校から連絡が来まして。なるほど、あの子は誰だと。続いてはそんな石川さんに1日密着した VTR がございますので、そちらをご覧ください。空前絶後な美しい満点笑顔、そんな満点な姿を見せ続ける石川さんの魅力に迫りました。オンステージ、満点さんの秘訣とは。ブルースに謝って。この日最初の授業は飯野智之先生。フリーマイカー、とどまることを知らない灼熱先生です。そんな熱血汗っかき先生の期待にもしっかり応えるのが満点さん。そんな満点さんの印象について伺いました。真面目です。真面目すぎるのがたまに傷ですけど、もっと遊べばいいのに。真面目すぎるとこう本を追っちゃうんですよね。本を追っちゃうと面白くなくなるんですよね。こう本が敷いたレールの上をこうどう遊んでこういくかっていうところが役者の面白さみたいなところがあるんですが、それで個性が出てきたりするんですけども、あとたまに全裸になる時があるんですけど、それだけはやめてほしいな。あ、嘘ですけど。はい、今満点さんのイメージダウンな発言をしたんで脚中度で沈めたいと思います。続いて密着した授業は天谷秀興先生の応用表現。この授業は毎回違った課題をこなしていくのですが、今回の課題は天谷先生の脳内に2ヶ月以上残る自己紹介をすること。それぞれの生徒が一生懸命に体を張った自己紹介をしていきます。ということでスタジオでは自己紹介をしていただきます。皆さんこんにちは、石川R-E-N-A レナです。最近の悩みは朝眠いこと、よろしくね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もともとあれですか、演じることが好きでこの学校に入ってきたんですか？私もともと絶対役者になるんだって思ってこの学校に入ったわけではなくて、なくて小学校の6年生の学習発表会で初めて主役をやらせていただいて、はいはいはい、その時に演じたのがすごい楽しい印象が強くて、で将来何しようかなって思った時に、どうせお金かけるんだったら自分が楽しいって思ったことをしたいなと思って、そんでこの学校に入ってこう東京へ決まってって、すごいですよね。すごいですよね。そんな石川さんの演技、皆さん見たくないですか？見たいでしょ。見たいですよね。こんなに言われたら見たいですよ、それは。はい、ここで演技がお好きな石川さんとのミニゲームをご用意いたしました。はい、役者魂を見せつけろ食レポ対決。
レポートしていただく食べ物はこちらでございます。ポン酢と白滝です。実はこのポン酢、中身が酸度 4.2% のお酢とレモンが3個分を入った、そんなポン酢を配合した特製のポン酢でございます。最初にね、挑戦していただくのは岡本さんということで、おかしいです。いただきたいなと思います。いや、おかしいよ。それでは参りましょう。岡本さんのチャレンジ本番、レディー&アクション。じゃあ、いただきます。ダメだ。ダメ。終了。続いては石川さんです。むせずに食べられる自信はありますか？私、白滝好きなんで。いや、そんな問題じゃない。本番、レディー&アクション。では、いただきます。レモンの香りがして白滝って感じ。さあ石川さん、はい、この学校に約100人の講師がいるんですけども、その中でなんかこう大好きな先生がいると伺いましたけど。あ、私が精神面、メンタル面で鍛えられたある先生がいるんですけど、それがダンスパフォーマンスっていう授業のアッコ先生。アッコ先生、ね、今日はそのアッコ先生が、来てはいない。来てないよ。石川玲奈の不安、それは褒められ続けた毎日との葛藤。そんな日々をこの人の授業が変える。アッコ先生、ダンスパフォーマンスの講師だ。先生のパワフルな指導に石川もついていく。いや、めっちゃ優しいと思ってます。そう思ったんですね。自分自身の素晴らしさっていうのがなんかまだまだ分かってない部分が多くて、考えるのではなく心で感じて心を伝えるっていうことをもっともっと楽しんでできたらなっていうのと、まだまだ輝ける人なのでどんどん成長してほしいと思います。必ず心を込めるっていうのと、諦めずに続ける、突き進むってことですね。東京就職第1号石川玲奈、悩みがある中でも突き進む、それが成功への一歩なのかもしれない。なんかどうでした？いやー、嬉しい。すんごい嬉しそうです。じゃ最後に将来の抱負を伺ってもいいですか？はい、進路ミュージカルっていうはいはいはい、はい、ものがあって、北海道中の高校を回って、進路に関する物語のミュージカルを、はいはい、上演してるんですけど、結構高校生の方ってツイッターとか探してフォローとかしてくれるんですよ、はい、でそのツイッターのダイレクトメールっていうので、ある高校生からメッセージをいただいて、それが僕の人生を変えてくれてありがとうございますっていうもので、それを受け取ってもう嬉しくて。人の心を動かしたってことですもんね。こういう人に影響を与えれる人間になりたいと思って。いや、いいですね。そうですね。僕札幌で15年お笑いやってますけど、はい、ツイッターもやってるんですけど、はい、面白かったですとか言われたことないですよ。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。初回のゲストは石川玲奈さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。今回ご紹介する曲はマザーでリグレンサー。この曲は直接的に何かを投げかけているのではなく、ある男性と女性のラブストーリーを作者の実体験をもとに描かれた曲です。彼らにとってこの曲は
マザーの存在証明だとおっしゃっていました。君が待ってたあの場所で僕は待ってた一人きりで、あ、何回目でもというの全てを信じきってた。明日言おうとしていたんだ嘘気づかず境に振り切り三振。まあいいよ傷ならまた治り草を織りの夏の声散々考えたって一向にすれ違って本当もどうなってんだ踊らされ Wow ずっと一緒だよって言っていたのは君だった本当も嬉しかったんだ今も鮮明に残ってバイバイ後悔散々考えた